はい、LINE のLINE をご覧の皆さん、タイムラインに、最近はですね、ダイエットの情報とか、なんだ、エクササイズの動画とか、アップしていますが、はい、最近ようやくね、LINE のタイムラインの使い方が分かってきたのでね、今日はなかなか楽しくなってきました。で、今日はエクササイズを始めて、もうすぐ50日で、今日はですね、今日はてか、あれ、タイマー動いてんねや。はい。今日は、ですね、実は、昨日、一昨日から、ちょっとね、ダイエット始めて初めて体重が上がるっていうのを経験したんですよ。それはね、調べてみると、だいたいダイエット始めて40日目ぐらいに、ものすごくね、食欲が出たりとか、お腹減ったりとか、そういうことがあるらしく、それを、その時にガツッと食べてね、多少増えたとしても、そこをきっかけに、またさらに体重が落ちていくように、体自身の考え方が切り替わるタイミングらしいんですね。なので、別に心配することなく、いつも通りエクササイズをしまーす。はい。まあ私はね、180日間で、38キロ体重を落とすっていうのが目標なので、まだまだね、期間いっぱいありますから、焦ることなく、そう、頑張り続けたいと思います。でですね、今日も、そうだな、ちょっと巻き気味でね、カントリーロードを歌いながら、はい、やっていきたいと思います。まあ皆さんね、私も、そのうちカントリーロードって曲だけでは飽きてくると思うので、何か歌ってほしい曲があったら、まあ5分以内で、5分以内で、なんかね、この歌歌ってってなかったら、ぜひタイムラインでコメントをしてください。で、私のタイムラインは、公開になってるので、多分ね、ガッチャンとかで探したら出るんじゃねえか、ちょっとわかんない。タイムラインの検索の仕方はわかんないんですが、はい。モリンガダイエットとかで探すと出ると思います。そう、今日からあれだ、ハッシュタグにガッチャンも入れようかな。ガッチャン入れればみんな探しやすいんだろうな。はい、そんなわけで、今日もカントリーロード歌ってきますが、あと3分しかないから、そう、早めに、ちょっと巻き巻きで。いくよ。せーの。カンティロこの道ずっと行けばあの街に続いてる気がする。カンティロ一人ぼっち恐れずに生きようと夢見てた。寂しさ押し込めてそんな僕を守って行こう。カンティロこの道ずっと行けばあの街に気づいてるキャスル、カンティロ。歩き疲れ、たずむと浮かんでくる、ふるさとの街、丘を巻く、坂の道、そんな僕を叱っている、カンティロ。この道、ずっと行けば、あの街に、ついてる気がする。カンティロ出てこない出てこない、なんだっけ、感想がね、サムラ出てこないぞ。どんなくじけそうな時だって決して涙は見せないで、心なしか不調が早くなっていく、思い出消すためカンティロこの道ふるさとへ続いても僕は行かないさ、行けないカンティロカンティロ、この明日はいつもの僕さ、帰りたい、
会えない気がする、サンティーロー、多分もうこんな、はい、今日の動画いかがでしたか。まあ、毎日少しずつ頑張ってるかっちゃんです。そんなわけでね、皆さんの声援が私のモチベーションです。今日も頑張ってねーと思った方、ぜひいいねボタンを押してください。こちらですよ。はい、そしてですね、チャンネル登録していただければもっともっと頑張れるかなと思ってます。ぜひここのチャンネル登録と、その脇にある鈴のマークも押してください。鈴のマークを押していただくとね、私のダイエット、もしくはギターとかね、他のことやってるいろんな動画がリアルタイムで皆さんの元に届きます。そのわけで、いつも声援ありがとうございます。ガッチャンでした。